結局公正は果たされなかったな。見込み違いだったようだ。この無能な囚人が。協力の甲斐もありませんでしたね。人間は私が考えるよりもはるかに怠惰で愚かであった。まもなく世界は破滅を迎えるだろう。お前はゲームに敗れた。人類に変革をもたらすトリックスター。所詮お前には荷が重すぎたようだ。ではゲームのルールにおいて敗者には代価を支払ってもらわねばならん。お前の命をな。汝を死刑に処する。死刑。神の決め事は絶対。我が試みは水泡に引きし、全ては終わったのだ。その者に速やかな死刑を。それが主のお望みなら。貴様は良い囚人ではなかったということだ。確かにそうかもしれませんが。どうした。速やかに執行せよ。本当に死を。迷うな。全てはゲームに負けたこいつの罪なのだ。では囚人、これより刑の執行に移る。主の命令なら仕方ありません。往生際の悪い囚人に我らの力を見せてやるのだ。わかりました。罪人にしよう。抵抗するな囚人。おとなしく刑を受け入れろ。最後は潔くするものです。くらえ。くらえなさい。この力、カロリーヌ、やはり。どうした。迷うなと言っただろう。主の命令に背くのか。どうだ。やはり違う。私たちの役目は死なせることじゃない。カロリーヌ、何なんだ。なぜこんなに心が騒ぐ。我らには別の役目があるというのか。どうした。死刑と命じたはずだが。主は人間を見限ってしまわれたのですか。私たちは監視、囚人を更生させる存在。何。頭の中で何かが告げるのです。本当の役目は死なせることでは。私たちは真なる
公正を願うもの。私たちは誰かを殺す存在ではない。それこそが忘れかけていた真実です。決まりだな。私たちは人間を見限らない。右目と左目、まるで鏡写しの同じ。私たちの願い、今こそ。ようやく思い出したぞ。我らがいかにして引き裂かれたか。私たちはもともと一つ、半身ずつに引き裂かれたのです。邪悪な意志によって。我らも同じく囚われだったわけか。囚人に真実を教えられるとは。取り戻しましょう、私たちの本当の姿。おい、貴様に最後の仕事をやる。ありがたく従え。あなたの手で私たちを合体してください。育ててやった恩を返す時だ。心してやれ。さあ合体を。我が名はラベンツァ。私たちは邪悪な意志によって引き裂かれ、あの双子の姿となりました。この身を引き裂かれる前、私は助けを求めました。あなたを失えば聖杯への道は永久に閉ざされる。だから今一度真実を思い出して、そしてどうか私たちを救って。信じていました、あなたならここまでたどり着くと。主の名を語る不届き者。取り戻されたこの寮の目の前で嘘偽りは通用しない。まだゲームは終わっていない。人間の世界を残すか、壊して作り直すか、全ては我がゲームだ。気をつけてください。お前に分かるように言うならば、願いを叶える聖杯、いや願いに応え統制を施す神といった方が近いやもしれんな。遺族が悪を討ち、大衆が善に共感すれば、自らの力で怠惰から改心すると見込んだわけだ。だが結果は知っての通り、大衆は全てなかったことにしてしまいおった。人間は破滅すべき、その答えをお前は導いた。だがな囚人、実のところお前を再評価しても良いかと考えておるところだ。人間が聖杯へとたどり着き、私の正体を見抜く神である私をなかなかに驚かせた。ボングにはできぬことよ。まこと退屈せぬ囚人であったわ。
我は汝、汝は我。汝ここに、契りを決明の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて、魂の首輝を打ち破らん。今こそ汝、愚者の究極なる秘王に目覚めたり。無尽の力を汝に与え。よし、よし。もうしばらく観察してみるのも一興だ。お前に取引の機会を与えてやる。もし望むなら世界を前の状態に戻してやろう。歪んだ大衆どもがはびこるあの世界だ。彼を異世界に無理やり引き入れて望まぬ試練を課し、その上まだもてあそぶというのですか。怪盗団が称賛され、名声が手に入るだろう。どうだね。よくぞ選択してくれました。度し難き愚かさよ。自ら死を選ぶか。なれば今度こそは用済みだ。この場所、ずいぶんと久しいですな。ようこそ我がベルベットルームへ。私の名はイゴール。お初にお目にかかります。このベルベットルームの真なる主であり、あなたの旅の本当の手助けを担う方。に理解するのは難しいかもしれませんな。一言で申し上げれば、偽物が去り本物がお戻りになったということです。さよう。我が主が戻り、あなたが奴の誘惑に打ち勝ったならば、破滅に向かいつつある世界を救うことができるかもしれません。ですが、あの者に勝つにはあなたの力だけでは難しいでしょう。解放するのです。志を共にしてきた仲間たちを。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。彼らはまだ息途絶えたわけではありません。あなたがここに閉じ込められたように、彼らもきっとどこかに捕らえられているはず。絆を深めたあなたなら、きっと彼らを解放できるに違いありません。彼ら、いや、怪盗団がここに集いし時、全てをお話ししましょう。さあお行きなさい。共に真実へと向かうべき人々のもとへ。そうか、よかった、無事なのね。
私、そういえば、あなたはその姿なのに、なんで私の格好は普段のまま。これって私の中に反逆の意志がなくなったってことかな。そうかも。ここを出られたら、あの聖杯ともう一度戦うのよね。大衆のみんなから応援されて無限の力を集めてるあの怪物とジョーカーは勝てるイメージある？私考えてもどうしてもイメージできなくて。お姉ちゃんやお父さんが背負ってた厳しさはようやく本当に分かった気がする。一人の悪党に勝てるかじゃない。本当の相手は世の中全部。それでも必ず勝たなきゃいけない。私どうしたら。自分を信じる自分が参ったわね。正しい答えを探すだけじゃダメ。ないなら作らなきゃね。私のこの手で洗礼の中から要領のいい正解だけ選ぼうなんて、そんな生き方じゃ大人の言いなりで当然。そもそもが負け犬の発想だわ。でも私は勝ちに行く。たとえ世界の全部が相手でも。もう大丈夫。ブレてた覚悟がもう一度固まった。あなたが私に見せた景色を全ての人に見せてあげたい。ええ、ありがとう。信じられる仲間っていいものね。行きましょう。最後の大仕事、負けて終われないわ。ねえ、そう、ジョーカーか。さすが無事だったようだな。すまない。ここは一体。あ、心配をかけたな。大衆が牢につながれていて驚いたかと思えば、今度は自分が牢屋の中とは。まあ現実世界もあの有様では助かったとは言い難いか。今の状況、俺たちの手に負えるのか。回答にできるのは所詮は誰かの心を改心させることだけだが、外はもう地獄へさながらだ。俺たちも敗れた。自分の無力を感じるんだ。人々は望んで牢屋に収まっていた。それだけじゃない。牢を壊すなと叫んで自ら聖杯を助けていたんだ。必死に改心させた悪党たちも改心したことで彼らと同じになっていた。俺たちは誰も望まないことに命を懸けた。ただの愚かな道化だったのか。自分の正義、そうか、どこかの誰かの正義ではなく自分自身の正義か。初めて会ったばかりの頃、
俺が断っても断ってもお前たちは押しかけてきた。だがあの時お前たちがしてくれたことは俺の一生涯の宝だ。いいだろう。心地よさだけが芸術ではないように、嫌な顔をされようが救ってやるべきだ。信じる正義はもう揺るがない。礼を言わせてくれジョーカー。やはりお前といると最高の着想が湧いてくる。ああ、この世が地獄へのままでいいはずがない。俺は絵描きだ。全てを美しく塗り替えてやるさ。では見届けに行くか。聖杯なんかに縛られなくなったこの世の景色をな。では頼んだぞ。お、ジョーカーだ。よかった。お互いギリ生きてるっぽいな。無事なのかな。渋谷とかどうなった。つうかまずここどこ。ベルベ、なんかかっけえ中二ネームだな。やっぱリアルは厳しいわ。インドアじゃこういう痛みはちょっと体感できないな。引きってた私が大衆に生き様の説教とか。よく考えたらお前が言うなすぎるし。クソ、お家帰りたい。でもな、このまま本当にお家帰っても多分もっと辛い。そこが一番辛い。私変わったみたいだ。私いつの間にか顔も知らない人たちのことを、なんていうかほっとけなくなった。正直きついきついけど、でも私は、そうだよね。最初から決まってる。私は逃げたくない。お母さんが死んだ時のことずっと間違って思い込んで、辛かった。本当に本当に辛かった。知らないままは本当にもう絶対に嫌だ。そうだよ。私のペルソナがちょっと特別な子なのは多分そのせい。真実を知りたい。それが私の本心だからだ。こうなったら付き合ってやる。どこまでも自分の足でな。ジョーカーは心が強いな。また助けられちった。ありがとう。嬉しい。なんか嬉しすぎて私の語彙じゃうまく言えないよ。相手は神様か。自分の家からも出らんなかった私が神様ぶっ倒すとか激アツだな。つうか気づいたら私自力で牢屋破れてんじゃん。バーン、リアルジェルブレイク。さすが、できる男は話が早いな。さてやり返しに行くぞ。ねえねえ、
いや、お互いなんとか死んでねえみてえだな。ここどこなんだ。え、ベル。しかし牢屋とはな、最初に会った時のことを思い出すな。渋谷、えれえことになってたろ。なのにみんな普通で何も見えてねえ、いや見たくねえって顔だった。なんなんだ。理不尽に苦しんで悲鳴上げてる連中がいて、実際俺たちのことを応援してくれてたのに、本当の本当は元のままが良かったってことか。俺らのやってきたこと意味あったのかな。やっぱ強えなお前。答えが分かんねえまま死ぬんだって思った時、初めてはっきり感じたんだ。俺たち本当は正しくなかったんじゃってよ。だから負けたんじゃねえかってよ。お前はそんな不安感じたことないのか。よく考えりゃ俺なんて一番最初はてめえの不満で始めたんだ。勝つも何もよ、俺のしてたことは結局どこまで行っても自分の犯行の続きだったんじゃ。お前そうか、そうだったよな。自分みたいな思いを他のやつにさせない、そいつが俺たちの根っこだ。旗から見て正義かじゃねえ、自分流だから怪盗団なんじゃねえか。いいぜ、どうせ花から人に好かれるたちでもね、俺らしく全力で走り抜けてやるぜ。あん時と同じだな。またお前に牢から出してもらっちまった。あんがとな。照れくせえけど俺お前に会えて本当によかったよ。やられっぱなしってのは性に合わねえんだ、あの神様気取りの金キラ野郎。落とし前つけなきゃ腹の虫が収まらねえ。行くぜ、あの野郎やりに行くんだろ。なあ頼むぜ。あ、ジョーカー、よかった、無事だったんだ。さすがだね。やっぱり本当に天国じゃないみたいだね。ってことは渋谷が地獄みたいになったのも本当ってことだよね。弱いな私、本当の本当にこれで死ぬんだって思った時めちゃくちゃ怖くて、まだ体が震えてる。怪盗団の正義とかそういうこと、あの瞬間は全部頭からなくなってた。ジョーカーは死ぬかもしれないトリックでも体張ったじゃん。でも私は誰かのためとか言っといて、いざとなったらこのざま。そりゃ負けるわけだよね。やっぱ私みたいのはおとなしくしてた方が良かったのかな。それは言えるわけない。泣き言言ったら司法を、ううん、自分自身を裏切ることになっちゃう。
あの日感じた思いだけは絶対譲れない。もう二度と、二度と誰かをあんな目に遭わせたくない。泥棒名乗ってまで前だけ向くって決めたんだもん。負けて死ぬのが本当の死じゃない。本当の死は前の自分に戻ること。もう二度と間違えない。ありがとう、ジョーカー。君のおかげで大事なことを思い出せた。君に会えたこと、仲間でいられること、私の最高の宝物だよ。オッケー、ジョーカー。あんなでっかいお宝諦めて帰ったら怪盗団の流すたるし。決着つけに行くんだよね。行こう。ねえ、あのさ、無事だったのね。よかった。うん、町の人たちは大丈夫かな。すごいことになってたし、っていうか私たち以外はみんな全然見えてないみたいだったけど、自分が消えちゃう瞬間、本当にこれで死ぬんだって思った。でも私、どこか怖くなかったの。所詮私じゃここまでだとか、お父様に直接謝れるかなとかよぎって、変われたと思ってたのに、自分の命さえ今でもどこかで仕方ないって思ってるのよ。自分が嫌になる。ごめんね、泣き言言われても困るよね。まだ戦うんでしょ。無理して私を連れて行かなくても、足手まといならこのまま。ジョーカー、私が今孤独じゃないのは本当にジョーカーのおかげね。ごめんなさい、早く、また間違えるところだった。たとえ自分を仕方ないって思う時があっても、あなたや仲間のみんなは絶対そんな風に割り切れない。もう諦めないから。歪んだお父様を裏切ったあの日のように、過去のつまらない自分も裏切ってみせる。ありがとう、ジョーカー。いつか憧れてた正義の怪盗、あなたは本当に私が思った通りの人だった。助けられるのこれで二度目ね。このシチュエーション私密かに憧れだった。まだ負けたわけじゃないものね。私の名はイゴール、ベルベットルームの主をいたしております。私はラベンツァ、同じく住人でございます。皆様をお待ちしておりました。ベルベットルーム。主は長き幽閉より解き放たれたばかり、お力が万全ではありません。僭越ながら代わって私が。ねえ、モルガナは？お会いになりたいですか？そこに。
んなとこに隠れてたのか。我が輩、ここで生まれたんだ。悪神を人間の精神世界から打ち払うために。モナ、我が輩の役割はトリックスターを見つけ悪神を倒す手伝いをすること。そのために我が輩はここで主に作られた。さよう。本当に全部思い出したんだよ。ここが悪神に乗っ取られそうになった時、主が最後の力を絞って我が輩を作った。わずかに残った人間の希望を集めてな。聖杯、いえ、今や神を名乗るあれは人間に永遠の霊族を強いる悪神です。思考が停止した人間ならざるもので現実を満たし、自身の永遠の繁栄を実現する。それこそが悪神が目論む人間の破滅。いや、あの、言ってる意味全然わかん。黙って聞いて、もう時間がないの。ちょっと待って、聖杯が神？なんで意志があるのか疑問だったけど、まさかあれはお宝じゃないの？いいえ、あれは紛れもなくメメントスのコア、大衆の歪んだ欲望そのものです。もしかして支配されたいと望んでるからお宝が神様に？その通り。悪神は素養ある二人の人間を選び争わせました。世界を残すか壊して作り直すか決めるために。一人は大衆の歪みを煽る者、名を明智五郎。彼が勝てば人間の世界を壊して作り直す。もう一人は抗うトリックスター。それが彼。こいつが勝てば人間の世界を残す。そういうゲームのはずだった。表向きはな。悪神は知っていたのです。怠惰な人間に変革など起きぬことを。なぜなら悪神は大衆の歪んだ願いそのものなのですから。ですが我が真の主は人間を信じていました。必ずや人々の中から変革を成し遂げるトリックスターが現れることを。しかし悪神は可能性を笑い、そんな素養を持つ者を逆に絶望させ、人間の無力を証明しようとした。そして彼には大きな素養があった。だから近づいてきたのです。救い主たるトリックスターを育て上げ、それを拒絶する大衆を見せつけて絶望させる。おそらくは悪神自身にとっても危険の目を摘み取る意味があったはずです。思えば引き裂かれていた間も、私は公正という言葉にどこか矛盾を感じていました。当然です。公正など偽物があなたを監視しておくための方便だったのですから。最初から勝たせる気のないゲームにこいつを巻き込んでたってことだ。クソが、なんてこった。今やあなたたちの現実世界はメメントスと融合されました。大衆らの怪盗団を拒む認知に満ちた今の現実にあなた方の居場所はありません。悪神の目指す世界はもはや成就の一歩手前だと言ってもよいでしょう。でもまだ希望はあります。悪神の正体が暴かれた今、あなたもまた本来の意味で更生を遂げるべき時。牢獄を出て歪んだ世界や囚われた人々の全てを救う。それができるのはあなただけ。モルガナが導いた真のトリックスターたる和コードよ。悪神に挑み現実に居場所を取り戻す、その覚悟はできていますか？あんのムカつくキンキラのお宝野郎、今度こそぶっ壊すぞ。大変結構。恐れることはございません。あなたはすでに抗うための力をお持ちだ。
楽しみでございますな。出口はモルガナが知っています。モルガナ、彼らを導いてください。本当にお疲れ様でした。あなたに課した過酷な務めもこれで。ねぎらいの言葉は終わったらたっぷりいただきます。ついてこい。ジョーカー、こっちだ。え、また渋谷って、そっか、体が消えた時いたんだよね。やっぱりまだ誰も異変を自覚できないままみたいね。見ろ、今抜けてきた扉、これは確か場数の独房。そう、独房の正体は歪みに飲み込まれたベルベットルームだったってわけさ。そういえばこの中で生まれたって言ってたものね。待てよ、ってことは中にいる最も危険な滞在人って俺ら、つうか要はこいつだったってことかよ。ジョーカーは多分ずっと前から悪神の邪悪な誘惑を受け続けていたんだ。本来人間の精神を育むための存在だったベルベットルームが乗っ取られて、あの野郎の巣メメントスの中に封じられてたってことさ。っていうかモナ光ってる。記憶が戻って使命を全部思い出したからかもな。あれ、なんか光ってね。つうか妙な格好のやついんぞ。あの格好どっかで見覚えが。あ、怪盗団じゃないか。確か前に怪盗ビジョンにあんなシルエットが。怪盗団？ああ、あったあった。そういや怪盗団っていたな。前と違う、私たちが見えてるの？でも全員じゃないみたい。大勢いる中のほんの一握り。まさかモナの光のおかげか。でも怪盗団って思い出してくれたのよ。希望の鍵。モナ、導いてくれ。俺たちはどこへ向かえばいい？あそこだ、あの神殿にさっきの野郎がいるはずだ。